うなぎってさ、うん、絶対綺麗に食うよな。わかる、ね、なんかこうやってさ、角から行ったりするよね。なんすごいよね。テトリスみたいな感じだよね。めちゃくちゃ綺麗に食いたくなるもんね。なんでなんだろう、わかんない。海外の人食ったら衝撃やろうね。聞くと思うね。マジで。はい、どんちゃ。どんちゃ。うなぎの表面の黒い部分、実は日焼け、らしいね。透明らしいよ。トムソンに白く、あれ、掴めない掴めない掴めない。ジャスティン。やる気元気大気。出ましたね、大食い企画。行きました。うん、今回はうなぎを食べていくってことで、最高。これがね、ちょっとトイレとかに行ってる間に勝手に決まってたんですけど、こちらいくらなんですか？ちなみに特上です、こちら。わー、1個3000人ですか。特上と波の違いって知ってます？うなぎ。え、何ですか？はい、知ってるよ。養殖か天然か、はい、何だと思います？養殖か天然か。この上の量です、肉の。ということで、こちらの、うなぎはですね、ウーバーイーツの、高倉といううなぎ屋さんの。これいくら分なの？これはね、9個で約25,000〜26,000です。お高いでしょ。うなぎですからね。高いって言ったんだから今。で、ちょっと一回先に言わせてほしい。これね、こういうのめっちゃ余裕なの。これ3つ1人1人3つ。そうです。足りない、4つ欲しい。おー、言うね。つか、すまん、それは。ってことで、しっかり食べていきましょう。はい、これかけたいでしょ。これ何やったっけ。降りらない、三色豆。で、これね、気をつけないかんのが、うなぎのタレがね、つまようじやろ。いや、書いてあるけど、これ袖めくらんと、ちゃんとうなぎのタレって落ちにくいらしいから、クリーニング用の人が言ってた。いただきます。早いんだぜ。落ち着けよ。ということで、これを3つ、皆さん、手を合わせていただきます。召し上がれ。ただいま。さあ、ちょっと一口目いってみましょう。そうですね。意外と米バリ入ってる。すごいテカリが。うまっ。うわ、肉厚。肉厚。ウーバーと思えない。もう本場、うなぎ屋さんの味。うなぎ屋さんだもん。うん。まあでもね、この時期うなぎはね、スタミナがつきますからね。うなぎめっちゃうまい。めっちゃうまいね。うん。高倉といううなぎ屋さんですね。で、あれ、高倉健？違う。うまい、普通に。美味しい。今ね、カメラのそっち側では、編集者たちがね、うなぎを。個人的にうなぎタイプです。あいつらは美味しくいただきます。やっぱ金持ち YouTuber のマネージャーっていいもん食えるな。美味しそうやね。うん、見て見てるだろ、ずっと。だって、うーわ、なんかいっぱい食べるものが増えてるやん、最近。うん、ずっと一つずつ嫌いになってる。いや、今回は極上やから。絶対嫌いにはならない。これ、米倍多くない？そう。あのね、うなぎは食いたいよ。うん、米ないよ。1個2個やとね、結構リーズナブルっていうか。そう、1個。2人はさ、うなぎ見たことある？はい、うまい。ないかも。生のうなぎ。あ、ないね。あれ、生、ほんとこんぐらいあるよ。そうなの？うなぎって結構でかいよ。どこで見たの？漁港。結構近場にいるんだな、全然。昆布までいただきました。おお。全員と一個目感じちょっといらないかな。お前らとおるせいって本当に大食いって思われがちだけど、全然大食いじゃないし。まあ、リッカさん、普通ぐらいね。装飾よ。もう三色ゲート下ピリピリせん。いや、そんなせん。意外とピリピリよ。あのピリピリがやるんだよね、俺。あ、山椒かけてないんだ、お前。かけたことねえぜ。やだ、山椒。俺、一味ちょっとかけてない。なんか俺、一回さ、めっちゃいい焼き鳥屋行って、焼き鳥に山椒めっちゃかけてる店だったんだけど、2、3品目で山椒が出たの。そっから先、味しなかったもんね。麻痺して。山椒、口の中も山椒。そうそう、そっから好きじゃなかった。確かに。中華の麻婆豆腐とか。あ、苦手。珍しいね、唾液が苦手ってね。山椒苦手なんよ。ね、何でもうまいってんだよ。やめて、それは。味覚バカみたいな。誰が味覚バカな。うなぎってさ、絶対綺麗に食うよな。わかるね。なんかこうやってさ、角から行ったりするよね。なんすごいよね。テトリスみたいな感じだよね。めちゃくちゃ綺麗に食いたくなるもんね。なんでなんだろう、本来。海外の人食ったら衝撃やろうね。聞くと思う。ね、マジで。国変えないよ、たぶん。ね、不法滞在するよ。デリシャスしか言わんと思うけど。
うまいな。うまいな。マリンあげれないんですよ。うなぎって栄養価高いんかな。高い高い。うなぎの栄養価がこちらです。おすごいね。結構あるなんだ。一応大きい方食うわ。あ、でも大きい方お家に持って帰ろうかな。え、あんなんで食う企画じゃない。すげーよ。すごくない？見てみんな。これ腐れにくいよな。座布団よ。ほら。それはないよ。これにくるまって死にたい。エビアンと比べたら分かりやすい。ほら。ちょっとちっちゃいエビアンだよ。でかっ。見てて見てて、いただきます。うまいな。うまい。どれぐらいうまい？うわ、贅沢。贅沢、うん、どれぐらい贅沢、うん、もう、デヴィ夫人と世界一周ぐらい贅沢。贅沢やな。贅沢やな。お、来た。何が来たわ。何が満腹中枢。来たの来た。うん、来た。来たの。箸死んだ、この野郎。ちょっと一回箸置こう。うん。ちょっと俺一回。これ、わからんやろ。うなぎってね、2杯目から来る。来たよ、なんか。うなぎってさ、こういう箱のやつって結構底上げされてるやん、うん、で少なくね、多いのよ、しっかり。いいお店です。あそこに米もうちょい欲しいなって思うもんね、うなぎって。いや、もう、うんうん、でもここうまいわ。うまいよね、頼むやろ。頼む、普通に絶対違う、絶対頼む、うん、頼む、うん、これはちょっとびっくりした、舐めてた、うん、でも月1やね。そうやね、ちょっとね、贅沢、ちょっと贅沢やな、ね、で、贅沢って日常にしちゃうと本当に幸せにすれてる。そう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 、少しにしたらいいんだよ、うん、てかさ、お前うなぎに感謝してんの？マジで。確かに、できてないんじゃない？してねえよ。ヘビみてえな顔しやがってね。それはかっこよくない？ヘビ、どっちな？サビ行きました、3個。俺だけやぞ。やっぱ大気やわ。でもさ、いつも罰ばっかりだから、うん、達成したし、覚えるもある。マジで ?1 万円うなぎあげます。よかったよ、さっき言ってたよ。まあ普通に持って帰るわ。じゃあ、いやいや、その場でよ。でも鮮度大事だから今食ったらいいよ。確かに。でも俺マジで気合入れればいける。気合入れよ。気合入れるでしょ、YouTube って普通。何を言っとんじゃん。入れてこれ何やって、うん、俺完食。美味しかった、ごちそうさまでした、うなぎさん。え、ジャスティン、珍しく。何が？え、リタイア。いや、一応取れ高的に俺とかも食ってない方がいいかな。俺のためにみたいな。そう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 。一杯、二杯、三杯ぐらいだね、ちょうどいいや。いや、リックやばくない？食えよ、お前。ガリガリなんやから。本当だよ、大きくならんぞ。デブデブになりたくない。だって今日は変な話題になってないからあんま苦しくないんだろうね。だからもう一個いけるよ、気合入れたら。いけるよ。だからこれ言ってる途中に笑いのツボ入るやつ。いけるよ。うん、お腹いっぱいでもうまいってすごい。でもいや、そうなんよ、俺思った、さっき食いながら。食べてて偉い。ゆっくんね、未来のコメント読んでる。左利きなんだ。未来のコメント読んでる。大輝くん口にくっついてて可愛い。じゃあこれは冷蔵庫入れてちゃんと後で食べるんだよ。はい、ということで今日もね、お送りしていったんですけども今ね、毎日投稿、ちょい毎日投稿、うん、やめた。まあちょっと2日に1回。でも俺ら悪くないよ、編集が間に合わない。まあまあいろいろ問題があるので、ちょっと今はね2日に1回コースなんですけども、よかったらこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは今日はここまでです。じゃあな。うめえ。この間リクトさんがさ、撮影終わりにふとさ、あ、休みの日も好きな飯食えんのかってやべえ、不敬こと言ってると思って。でもすっげえ病んでんじゃん、ね、うん、何でも食えるのにね。そう、お金あるそう、何でも何も食えんのよ。企画のせいで休みの日めっちゃ大食いさせられるっていう、うん、だって営業前はさ、俺おにぎり1個とかしか食わないから。そうだよ、酒飲むけんね、うん。好きなもの食えないね。金あんのに好きなもの食えんっていう悩み。超貧困と同じ。お二人でやってくんない？もう俺見てるから、横とかで。何言ってんの、あなた。え、あなた何言ってんの。でもジャスも食えないってよっぽどよね。いや俺だってうなぎ食う前食ってきたもん。何食った？ステーキ。嘘つくんじゃない、一緒にいたら。500g。 ずっと一緒にいたら。あなたやめ、嘘つけてね。6時間ぐらい前から撮影してんだろ。
いや俺エビアン嫌いなんよ。いやりっくんが言ったわそれ。勝てー、間違えた。うなぎが占領、オムレツ、オムレツ、うなぎが占領している。あらおね、その壁あるじゃん。もうオールマリア閉まってるよ、リクさん。オールマリアって閉めるためにあるものだと思う。俺は、俺リヴァイ、多分リヴァイやね。負けたらダメだと思う、うん、ギリギリ似てる、うん、ちょっと優しいな。でもじゃあリヴァイ兵長にめっちゃ顔蹴られる時のエレンやります。おい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 、シャンブルズ。おすげえ、ローの能力やん。人殺した。気持ちよくなってる。もう